前橋店のラベル不良でずっとバックヤードにあったブライのラクロドギを飲んでみたいと思います。1080円で当時売ってまして、2009年のゴールドヴィンテージですね。若干色はほんのり茶色がかかって熟成がうかがえるんですけども、全然まだ熟成感を感じない、割と若々しいっす。もうね、当時これ飲んでたのもう 3,4 年前なんですけど、もうなんか思い出が、当時の悲しい思い出や楽しい思い出で一緒によみがえってきますね。3年ぶりに飲んだのに義勇味が残ってるよ。ああ。で、今日はね、ちょっと話ずれましたけど、おすすめしたいのはきんぴらごぼう。これもね、あのもうそれこそね、100円とかね、ちょっとで買えるんですけど、実はですね、僕らみたいに毎日セブンのお惣菜をお母さんの母親の味だと思っていろいろ食べてるとね、こういうのに気づいちゃうんですよ。実はボルドーときんぴらごぼうベストマリアージュなんですよ。ちょっとこの後島田君にも飲んでもらいたいんですけど、まず久々にこれ温めてもいいんですけど、僕は別に温めなくてもいいんで、そのままきんぴらごぼうね、結構味マイナーチェンジするんですけど、前はねすごいめちゃくちゃ細切りだったんですけど、今回はまあ普通のサイズになってますね。皆さんが知ってるきんぴらごぼう、甘辛くてごまの風味もあって美味しいですね。この土っぽさとかそんなのがね、意外にこれあと甘辛いっていうのがボルドーとすごい合うんですよね。あんま熟成しなくて、こういうまだ単に苦味部分と甘さも残ってるボルドーが一番このね、きんぴら味っていうんですか、あの甘辛の味わいとめちゃくちゃ合いますんで、じゃあこのまま島田くんにやってもらいたいと思います。ちょっと試してみます。セブンのきんぴらちょっといただきます。きんぴら久々だけど、なんか割と前よりも、なんだろう、温めてないからかもしれないけど、甘さもねちょうどいいし、ちょうどいいですね。ちょっと香ばしいごまの感じもして、そうですね。ぜひね、当時一緒にね飲んでたんですよ、僕らこのラクロドギを。もうフラッシュバックをしていただきたい。レブンのキンプルうまい。うまいよね。はい、じゃあちょっといただきます。あ、思い出しました。間違いないです。合うよね。間違いないです。間違いないです。マジ合うよね。不思議ですね。なんかこうごぼうの土の感じと、そうさっき福士ソムリエも言ったけど、感じと味付けと合います。そう、まずその甘さがこの果実のブルーベリーっぽさと合うのと、この土っぽさ、ごぼうが、なんとも言えないこのワインの、熟成感っていうか、合うでしょ。合いますね。本当なんかこうご提案いただいて、こうコンビニ惣菜とワイン合わないんじゃないかって思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、ぜひこういろいろ提案していきますので、皆さんもぜひお試しください。